第三研究室の扉はあったけど、まだ開かないみたい。そうか。あのね、北条が言った準備、あれを操作するんだと思う。中央端末か。なるほどな。さっき制御盤使ったの。足場ないかな。わかった。俺たちは中央端末を目指す。連絡するまでそこにいてくれ。何の研究だよ。空から来た最悪。電気なんか聞きたくねえ。この施設で行われているのは、ジェノバ由来の生態情報を生物や機械に埋め込んで強化を試みる研究だ。北条は実験体の仕上げを我々にやらせる気のようだ。あの野郎どこまでふざけてやがる。すでに実験体の運命は決まっている。楽にしてやろう。まず中央へつながる通路を探そう。倒せない相手だ。やっぱどけどけ。頼む。頼られてやな。そうだ。よっしゃ。うわどんどんよ。邪魔みやがれ。ほらほら、そこだ。こっちだな。来いよ。いけんだろ。おう、任しとけ。待ってろ。どうだ。おっしゃ。まだまだ。お見舞いしろね。まだまだ。走りすぎるなよ。
今度輸液確認、輸液確認、該当エリアのサンプルテストを開始します。二人に声をかけて十分に注意して進め。ティファ、聞こえるか？中央端末を操作した。扉は開いたはずだ。研究室には多分北条のモンスターがいる。無理はするなよ。ありがとう。行ってくるね。
邪魔しないで。これもさ、上から行こう。ここが出口？北条博士、嫌い。
下も通れるようになったかな。二人ともそこにいてくれ。うん、気をつけてね。輸液確認、輸液確認、該当エリアのサンプルテストを開始します。テストを開始します。整備班は退避してください。テストを開始します。遠慮はいらない。
果てまで食らいつけ。自慢のおもちゃがガラクタになる気分はどうよ。おもちゃが壊れる様子は何度見ても飽きないね。まあこんなものか。次はあれか。見てるとこ悪いがよ。これでも食らえ。無駄なこと。テストを開始します。整備班は退避してください。テストを開始します。おもちゃによろしく伝えてくれ。な、何がどうなってある。
いでろ。なんだ今の。北条は。すまない、逃げられた。脱出に専念しよう。研究室か。扉を開けるには獣王の端末まで戻る必要がある。通ってきた扉はもう閉まってんだろ。どうする。道がつながっていればいいが。
頼む。通信機じゃねえか。ティファーたちに中央端末まで行けねえか聞いてみようぜ。Yeah!
お待たせ。さあ一気に行くよ。当てる。まだまだ行くよ。うっそ、こんなところで。第4研究室の扉を見つけたところだ。開けるには中央端末まで戻る必要があるが、あの場所からは行けなかった。こっちつながってるかも。うん、調べよう。私の出番だな。見て、エレベーター動いてない？まだ逃がす気はないということか。ほんと嫌な感じ。残るは第4研究室のみ。あとはクラウドたちに託そう。諦めないから。頼んでいい？任せあれ。手形と行こう。なんかごめん。開始します。大丈夫だよね？うん、クラウドに報告しよう。ヒラカ、うん、エレベーター見つけたよ。そうか、よかった。でも今は使えないの。多分北条の仕業。奴の思惑通り第4研究室へ行くしかなさそうだ。こっちで操作したから扉は開いてるはず。分かった、そこで待機してくれ。じゃあ研究室の扉まで戻るか。
ウェッジのやつ、すっかり待たせちまったぜ。ああ。お前、懐かれてたな。かもな。あいつ、結構人見知りだぜ。ああ、同類だ。いざって時は頼りになる。ああ、同類だ。
ヤジ。嘘。そうでなくてはな。データは一通り揃った。検証を次のステージへ移すとしよう。やった、動くみたい。これも罠？エレベーターは安全。そっか、そうだね。しない。